ポップティーン TV。 はい、皆さんこんにちは。にゃんにゃんこと鶴島ノアです。にゃんにゃん、なんで今こんなに眠そうな顔かと言いますと、すっぴんになっております。皆さんこちら見たことありますでしょうか。じゃじゃん、 3CE です。今日はですね、このコスメだけで縛りメイクをしていきたいと思います。ぜひ皆さん最後まで見てください。はい、では早速メイクを始めていきたいと思います。前髪をピンをね、ピンがないけど、じゃあまず使うのがこちらです。見えるかな、バックトゥーベイビーメイクアップベースミントグリーン。ファンデーションを使わずにこういうコントロール系の白目の下地を使って、それをこうポンポンって薄く伸ばして、それのみでこう素肌感のあるメイクするのにハマってるので、こちら1本でいきたいと思います。気になる方はね、コンシーラーとかを別で使ってもいいんじゃないかなと思います。でも普段から結構 3CE は買ったりしてるんですけど、結構色物が多いですね。リップとかアイシャドウとか。私のこのベースの、こだわりはこうなんかこういうのこうやって塗るんじゃなくって、こうやってなんか化粧水塗るみたいな感じでトントントンって肌が綺麗に見える塗り方かなと思います。でも普段はなんか下地だけの日もあるんですけど、下地だけじゃない日とかはクッションファンデ使ったり、あとはあのリキッドファンデですね。パウダーは使わないかな。私こうファンデをこの目の上に塗っちゃうと、こうなんだろう、二重の溝に溜まっちゃうんですよ。だから私はこの目の上をこう肌の色を合わせるときは、あの下地を塗るようにしてます。こんな感じですね。はい、これでね、肌のトーンがワントーン明るくなったと思います。ちょっとねツヤンと見えると思うので、肌も綺麗に見えると思います。で、私の場合はですね、ちょっと肌より明るいものを厚塗りせずに薄くつけるのがポイントです。そうすることによってすごい肌も綺麗に見えるのでおすすめです。 3CE ブローペンシル&クッションアイブロウです。チョコブラウンっていうカラーです。私いつもねペンシル1本で描く人なので、はい、では描いていきます。私描く、眉毛描くときってやるんですよ。描きやすいですよ。眉毛私もともとあるのであんまり描かない。さっさとね、ちょっと体を眉尻に寄せていきます。はい、でも足りないところはね足せばいいと思います。なんか眉毛さ、よほどコンプレックスがないから。次は何すればいいんだっけ。アイメイク。じゃあシャドウを塗っていきます。でシャドウで使うのはこちらです。マルチアイカラーパレットのスムーザーです。この色塗ってみたいと思います。ちょっとベースとして、変わりました。ちょっとねベースなんで下にも塗ります。こういうなんかちょっとマットな薄いカラーをこのアイメイクとかするのに先に持っけて、次の色を綺麗に見せるっていうのをするのが多いです。こんな感じです。ナチュラルメイクの日とかはこれだけでも可愛いですね。でですね、もう一個アイシャドウがあるんですけど、こちらです。こちらが 3CE ワンカラーアイシャドウ。こちらのねピンクをまぶたに塗っていきます。ちょっと結構アイホールに塗っ
っていきたいと思います。濃いピンクじゃないので結構腫れぼったくならないのかなってちょっと思ってるね。様子見ながら結構ちょっと青みがかった薄ピンクって感じですね。ほんね、かわいい。すごい。下まぶたはこのブラシを使って塗っていきたいと思います。このここの色を使います。ちょっとだけちょっとだけちょんちょん。この目のこの際らへんにシュッと、まっさらだね。何もつけてない側の面でこうささっと動かしつつ、さっきの単色のピンクのアイシャドウを上に重ねます。そうすることによってなんかこう締めてはいるんだけど 上まぶたと統一感を出して柔らかい感じに、はい、アイシャドウ終わりました。チークをちょっとさっき青みがかったピンクを使ったので透明感を出したいということで、ちょっとこちらのチークを選んでみました。じゃん。これなんか結構全然王道じゃない感じのカラーなんですけど、こっちのイエロー今流行ってますし、あとこの紫パープルのチークってすごい透明感を肌に出してくれるのですごいいいなと思って、シャドウと統一感出しつつ使っていきたいと思います。で、このね、ブラシで、あ、かわいい、かわいい、そう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 、え、かわいいですね。この面でこうチークつけてつ、こっちで動かす。あんまなんかこう、私チークが濃いみたいなメイクしないんですけど、かわいいちょっとおしゃれな感じになると思います。まつげを上げます。まつげをやるときもこうやってやったら私上がるんですよ。上がったはい、まつげが上がりました。CC ブラックラッカーマスカラです。塗っていきます。あ、すごい、いい感じ。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。私マスカラブラックが好きです。なんかブラウンだとまつげ何にも知らないとあんま変わらないんですよね。で、下まつげも塗ります。私結構下まつげいっぱい塗りたい人です。下まつげって最初やっぱりこう塗るの難しいですね。練習してるうちに何でもできてくるもんです。すごいいい感じ。リップ、リップ塗ります。はい3CRG リップカラー226番です。新しく出たやつなのかな。ベージュ、もう一本 3C スリムベルベットリップカラー Go Get It。 最初の方がこっち、あとはこっちです。このこっちの最初のベージュっぽいカラーは全体的に塗ります。いや、ちょっと薄めに、あんま軽くポンポンって感じで、ベージュ。このベージュがちょっとなんかオレンジ寄りなので、せっかくこうピンク、ちょっとなんて言ったらいいんだろう、
青みっぽいピンクとピンクたちを使っているので、こちらのねリップを内側からじわーっとさせてメイクに統一感を出していきたいと思います。私リップブラシは使わずに直塗り派です。綿棒を用意しておいた方がいいと思います。下まつげとか失敗した時に使えるので。最後にアイラインをしていきたいと思います。スーパースリムペンアイライナーのブラウンです。ペンシルも使うしリキッドも使うしブラウンも使うしブラックも使います。でも私目尻にしか基本引かないんですよね。ピンクとか使ってるのでね、主張はあんまアイラインで進めちゃう。はい、終わり。私めっちゃ早いんですよ、アイライン描くの。こんな感じです。もうすごい、なんかいい感じにピンクの統一感が出ていいんじゃないでしょうか。はい。できました。出来上がり。で見るとこんな感じです。はい、でなんかここにもここにもここにもピンクが入っててすごい可愛いんじゃないかなと思います。すごい、私がちょっと推したいなってアイテムはこちらですね。なんかこの紫すごい可愛くていいなって思います。ちょっと真似しやすいなって思ったのはこのリップかな。最後に塗ったリップはすごい真似しやすいかなって思います。はい、どうですか皆さん。はい、こんなダラダラとしたメイク動画を見てくれてありがとうございました。はい、では以上 3CE さんの縛りメイクでした。ありがとうございます。のんにゃんでした。バイバーイ。